で、体重が10キロ以下の方に限定したいと思います。じゃあ前の方よろしいですか。はい、両足で、こういった形で持っていただければ、踏みみたいですね。で結構、体重ミシミシいってますけども、それぐらい大丈夫ですかね。ありがとうございます。じゃあちょっと、実際に起動するかを試したいと思いますけれども、もう一台ないですすいません、もう一台なかったでしたっけ。ごめんなさい、ちょっとエラーが出てしまいましたね。すいません、テストではうまくいったんですけれども、どこからか X201 をもう一度テストしてみたいと思います。少々お待ちください。で、画面の方はじゃあ一回切り替えていただけますか。すいません、なぜ新パッドかといったところを、まとめさせていただきますと、ユーザビリティのところでですね、新パッドのソフトウェア、そして、皆様、キーボードとトラックポイントがですね、もう新パッドのシンボルだといったところをお分かりいただいているかと思いますけれども、これがあるといったところが一つ大きな特徴かなと。で、あとはボタン類ですね、これもですね、非常にこだわっていて、旧機種から新しい機種をですね、いろいろ変更しています。例えば LED、 今回大きな変更点では LED 類を少し、割愛させていただいてシンプルにしたといったところも一つ大きな特徴かなと思っています。で、質と量に関してはですね、周辺機器、拡張性ですね、弊社の新パッドのブランドを持った周辺機器を数多く加えることによってですね、ユーザビリティを向上させると。で、時間に関してはですね、EE、そしてユーザビリティ、堅牢性のところがどういった形で時間に貢献できるかといいますと、やはり故障したときにですね、故障しないようにすることによって、待っている時間というものが短縮できるんですけれども、こういったところが、影響してくるんじゃないかなと考えています。で、いろんな絵が出てきましたけれども、全てにおいてですね、追求心こそが新パッドの、価値なんではないかなと、考えております。私が特に気に入っているのはこの新しい、指紋認証のところですね。指紋認証だけで、起動できるような、代替機種がなかったようですね。すいません、今のテストはことにしてすいません。で、最後のロードマップに移りたいと思いますけれども、なかなかですね、メーカーが先に今後出てくる製品という話はしにくいので、インテルのロードマップを説明しようかなと思ったんですが、まあ今公開されているのはですね、これインテルさんのインベスターさん向けに発表された資料を取り入れてきたんですけど、まあ、サンディブリッジとかいろいろ出てくると思いますけども、まあ、これを私が話すことはできないので、他の形で表現したいと思いますが、まあ、2010年の時にはですね、何が新しかったかといいますと X100E、お求めやすい価格、そして11インチの新パッドを作るといったところで、しかも AMD 搭載の製品が2010年に出てきたと。で、繰り返しになりますが H13、14、15といった新しいブランドを確立していくことによってですね、幅広いお客様のニーズに入っていくといったところは挙げられました。じゃあ2011年は何をするのかといいますと、皆さんどういった製品を求められるんですかね。2、3週間前にですね、ヤマトの方との意見交換会で多く出てきたのは、iPad みたいな製品が出てこないのかといったところがいくつかあったと思うんですけれども、まあキーボードのないタイプのスレートと呼ばれているものですね。実際にタブレット自身は弊社はずっと X201 にもありますけども、タブレットの製品は
ずっと提供していますし、また企業系で使われるといったところではですね、まだキーボードレスのものが、どれだけニーズがあるのかといったところは、OS もそうですし、アプリケーションの機能も非常に、依存しているので、本当にマーケットが作れるのかといったところは分かりませんけれども、それでもですね、Amazon の中ではですね、いろいろな新しい可能性といったところは、今模索しながらですね、次の製品コンセプトを今、固めているところです。といったところで、最後の、ロードマップの話はですね、次世代のインテルのプラットフォームに期待してくださいとしか言いませんけれども、以上で私のプレゼンテーションは終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。で、続きまして、じゃんけん大会に、移りたいと思いますが、非常に多くのお客様にお待たせいたしましたが、X201S を今回はプレゼントしたいと思います。コアi7 の 6mmYMAX 搭載、そして Windows 7 Pro の 32bit が搭載された、新パッド X201S を1名様にプレゼントしたいと思います。販売価格20万円ぐらいですので、非常に高価な製品ですけれども、残念ながら壊れてしまったので、これをプレゼントしたいと思います。というのが今日なんですね。もう一台、持ってきていただけますか？すいません。まだ上げてないやつですね、これでテストしてもいいんですけれども、次書かれた方がですね、多分嫌がると思いますので、これをプレゼントしたいと思います。それでは皆さん手を挙げていただいて。